大脇正也は、日本の政治家。鹿児島県樽水市長。元樽る市議会議員。鹿児島県樽水市出身。1989年3月、鹿児島経済大学社会学部卒業。複数の会社勤務を経て、2000年8月、医療法人官誘会に転職。2003年、樽る市議会議員選挙に初当選。2007年、再選。 2010年11月、市議を辞職。2011年1月のたるみ市長選挙で、初当選。1月27日、市長就任。現在、3期目。2011年1月23日執行。元市長の矢野茂らに候補を破り初当選を、果たした。当日有権者数、15,054人最終、投票率。 77.66%2015 年1月18日、執行。元市職員の村山義秀との接戦を制止再選。当日有権者数、13,970人。最終投票率、72.99%2019 年1月20日、執行。元市議会議長の池上誠らに候補を破り3、1000。当日有権者数、 12906人、最終投票率74.91%。ありがとうございます。